よし、やるか。抜きさんと 5G 出ますか。それ今日練習ですね。やりますよ。体調は大丈夫だと思います。お疲れちゃん。お疲れちゃん、明日頑張ろうぜ。やろうぜ。え、どうするよ今日。何やる。いや、とりあえずなんかね、ミートたけし後で来るかもしれないって。誰。ミートたけし。あ、まずたけし来る。うん、でおじりあのおじリーグのさ、あの LINE にとりあえず投下したんだ。来て、誰でもいいからっつったら、うん、あの大津さんとかあったけど、うん、あの誰も来なさそう。ミートさんだけ来るみたいな。あと全員見てるのにひよってんだよ。ひよってんだ。あいつらビビってんのか。しょうが、抜きさんのことビビってんだよ。しょうがねえ。いや、楽しみだね、抜きさん。抜きさん、いや、でもあれで川野と孫 どっちが担当かだよ。そしたら変わったらしい俺ら。え、変わったの。川野と孫じゃないらしいよ今回。また変わって、なんか、うん、ガイルと何ギル。ガイル、ガイル、お前あれじゃん。あ、ガイル、うん、ガイルは、うん、いけるけど、ガイルとギル。でもあれじゃあ、俺がギル、ギル無理。無理だろ、俺も無理だから。だからね、基本的にあの、ま、でどっちかがなんか両方とも俺が抜いてもしょうがないんだよ。抜きさんがどっちか勝たなきゃいけないんだよ。あ、早稲田。早稲田でもないんだわ。なんかどういうこと。あ、早稲田なのかな。いや、か、早稲田だと俺が2人倒せば終わりじゃん。ああ、違うんだわ。負けた方同士でやって、うん、どっちかが勝たないと勝ちにならないんだわ。そうだった気がする。勝った者同士も対戦して最低3勝。そう、なんかね。ああ、な、何それ。新ルール。そう、新ルール、新ルール。今までなくね、それ。新早稲田だから。新早稲田来た。新早稲田です。新早稲田来たか。そうなんですよ。だからよ、早稲田超えてきた。そう、だから両方ともどっちか勝たなきゃいけなくて、だからどっちかが強ければいけるわけじゃないんですよ。だから結構きつい、実際。なるほどね。そう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 、確かに。あ、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 プロ来た。石井プロ、お疲れ。あ、どうも。聞こえますよ、聞こえますよ。石井です。やろう。よろしくお願いします。お願いします。2をどうしようか。どういうルールでやっていく。いや、とりあえず国に来たい石井ミートでいいんじゃないですか。オッケー、確かにそうだね。明日用でね。ああ、で、全通りやればいい。ああ、そうか、そうしましょうか。うん、いいね、石井ちゃん、来たね。普通来るでしょ。怯えてこないやつがいるんですか。いやいや、ガチで怯えてんじゃないですか。マジで、R100% でしょ、それ。記録8って書いてありますから、ね、R だけは 100% だろ。R は 100% かな。まあまあまあ、しょうがないです。野田さんも立場が今あるんでね。まあ、そっか、そっか。確かにね、実況しててね。石井さん、俺たちも大人っす。組んでやりましょうよ。確かに組んでやった方がね。ごめんちょっと大人げなかった。そうそうそう。もうそういうのやめよう、本当に。え、石井さん、え、バイソンどうなんですか。いや、普通じゃない。普通ぐらいです。そこなのだったら勝てると思うんですけど、でも、石井さん強い。石井さんと国人さん見たい。じゃあ、まず、じゃあ俺対石井やる。いいよ。いいですか。見たい。じゃあそれで、次が、ミート単体抜きやって。ミート単。ミート単体抜きやって。その後俺対ミート単。それでいいね。そうすね。全取りやって先に三本選手でしょ。そうそうそう。ああ、そうか。おお。そうそう。2勝した人は強制抜けで残り1人が勝たないとダメ。あ、らしいわ。ああ、なるほどね。何、もう一回言って。2勝した人は強制抜けで、はいはいはい、残りの1人が勝たないとダメ。だから俺が2人に勝っても大抜きがどっちか。チームで3勝しなきゃいけなくて、1人2勝までしかできないってことだ。そうそうそういうこと。あ、オッケーオッケーオッケー。あ、じゃあ強いやつが全勝しても上がれないってことだ。そういうこと、そういうこと。うおー、うまくできてんの。じゃあちょっと石井さん、ちょっとやらない。確かに、それも面白いかもね。一先だから、一先。久々におもろいな、これ。チーム戦。チーム戦燃えるからな。ちょっと大抜きを応援してくれ。大抜きを応援してくれ。頼む、頼む。てか、お前、その圧が強すぎるんだけど。いやいや、石井さん、今回俺たちヒール引き受けましょうよ。いや、まあ、私、お前、今回俺たちがヒールです。お前、さすがに負けるわけねえだろ、石井プロ。まあ、さすがにね、さすがに。さすがに。石井だしな。こっちはやってるしな、2時間。石井タンとミートタンに勝てると思ってんのか。いや、これおもろいな、このルール。いや、でもな、マジでエモいな、俺、まさか石井さんを応援する日が来ると思わなかった。うまい、うまい、ナイス。はい、ちょっと、まあまあ、全然待てないけど、全然待てないけど、何、待たない。どうしたの。あったまって全然待たないよ。まだあったまってねえんだって。あったまってない、知らねえよ。確かに、そっちの事情は関係ねえって。びっくりしたよ。あ、はいはいはい、こっからあるのがララだから。
あいや石井ターン、石井ターン、はい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 、いやもう垂直狩りうまいんすわ、国人さん。垂直狩りマジでうまい今。だけど、はい、ガードして。何が垂直狩りだって。来た、ここからこっから。おお、ま、いや、ちょっと待って、石振るうまくなってない。なんだこれ、すげえ心強い。国人おい、石振るうまい。石振るうまい。ボタン押す。ボタン押すとこないんだけど、大貫さん。いや、今のはね、ボタン押すとこなかったわ。すごい。今のは普通に強かった。まあ、石結構やるよ。次はどの組み合わせなんすか。俺対武志でしょ。ああ、そう。そうそうそう。いやー、てか石プロ超うまくなってんじゃん。やばい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 。いやいや、いけるでしょ。いける。大貫が、だから、大貫がミートと石井に勝って、俺がミートに勝って勝ちだから大丈夫。これやべえよ、ララとコーディだろ。いや、あのね、大会の強さだけで勝つわ。キャラ隊とかわかんねえから。オッケーオッケー。てかマジララわかんなかった。なんだあれ、抜きさんの葵とやったことあったの。中段の震えますよ。中段って V スキルだよね、石井ちゃん。石井プロ毎週大会やすもんね、俺ら。ヒーコーハやすもんね。あー、ばあちゃんの時ね。ミートラーの時っすよ。ミートラーね。頑張れ、オリゲー。あの時の抜きさん、マジでつまんない。さっきやったから、勝てるぞ。いや、離れて波動拳で、離れて波動拳で。カーフキック、カーフキック連打。カーフキック連打して。あーこいつタイプ出るんだね。それそれ。いいよ、いいね、それ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 。外しよう、外しよう、むつ外しよう。うわ、こいつ。強い。ラッキーパンチ全然当たんじゃねえか、強い、こいつ。一生有利なんだけど。あ、来た。しゃがね、頑張れ。いいよ、いいよ。いいよ、ナイス、チェック。いいよ。やばいやばいやばい。おいおいおい、シャネ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 いいね、いい趣味だったよ。いいよ。おいおい、あ、ナイス。はいはい。いいよ、いけるよ、いけるよ。あ、曲がるよ、あるよ。ナイス。あ、全然ある、全然ある、全然ある。抜きさんいける、抜きさんいけるよ。全然いけるよ。EX ソンク気をつけて、EX ソンク。波動拳だったらいいよ。EX ソンク絶対負けないから。波動拳とか。そう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 。ナイスガード。ナイス爆星。きついな。あいいや。きつい。きつい。いいよ、ネクさん、ネクさんいいよ、ネクさんいいよ、ネクさん。ネクさん、それ対抗しよう。ナイスショップ、ナイスショップ、ナイスショップ。うわー、でかい。コマラゲきた。大笑い捨てろ。大笑い捨てろ。横田。え、きたー、でかい。いける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 まだあるまだある、まだ全然いけるいけるゾンクあるゾンクゾンクるぞ、イエクゾンクるぞ。あぶれ、とりあえず、とりあえず、ナイスナイス、確定取れ、確定取れ、ナイスナイス、ハイヤス確定取れ、ナイス。おー、ナイス。やばい、ハケシのめくりが橋やばい、橋ナイス。あれなら、あれ竹下だけでやんなきゃダメだな。次はどこ、次はあれ勝った、だから抜きと石井ちゃん、俺と石井ちゃんで勝った方がもうできないんだよね。勝ったらもうできない。オッケーオッケーオッケー。いや、次どっちが勝つかを決める。ちょっと待って、さっきの石井ちゃんの取り合わせやばかったね。わけわかんなかったんだけど。わかんないけど、もうね、もうパラッパラッ石井さん、めちゃめちゃにしてくれ。
分からなかった。もうめちゃめちゃにしてくるしかない。まあまあ石井だって思ってやればいいんだよ、ね。そう石井だから。そう。オッケーオッケー。石井だからね。腐っても石井。そう。腐っても石井。オッケー。そう。黒人さん。腐りながら石井。うん何。黒人さんこれ。これ昼間の平日の夜にやるイベントじゃないですこれ。あそうだ。うん、箱借りてやるんやったら。これやばいっす。マジで。これ1万人規模っすこれ。これさ、これだけで楽しいとか言ってたもんね。大会よくねとか言って。多分これ明日より盛り上がりますこれ。明日どうせ1回戦負けだから俺ら。頑張れよ。いいよ。よしよし。ナイス。あー、おいしい。でかい。おい、ミスった。走。いいよ。いった。肩肩肩肩肩。お願いな。いいね、グレーマータイム、いいよ、いい、でかい。まあ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 、はい、死ぬ、蹴って。おいし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 おい、おいしい。こっからずっとターン、ずっとラノのターン、こっからマジか。おいおいいやー、おいしい。あれか、酒からさ、この複雑な気持ちは。あれ、酒だから、昇竜も多分避けるでしょ。おいしいなり。そっかそっか、オッケー。あれ、昇竜も避ける。投げむときはない。これ、強えな。あ、いい。やばい、ね、頑張れ。はい、神がこっちの味方。パラシーズ、パラシー、全然パラシーが。うわ、困らげ。あ、めっちゃ。あ、もうナイスです。発動して攻撃行け。ナイス、投げて。やばい、乗ってくれた。ナイス、玉の巣職人。いいよ、一気に弾いて。有利、はい、いいよ、ナイス、こいつ。ナイス、ビリバー、ナイス、ナイス勝利。やばっ、きたー。痛い痛い痛い、あらあらあら、抜ける抜ける、端抜ける、端抜ける、おいおい、あるある、バカって、てめえてめえ、コンボしろや、てめえ。押せ押せ、ボタン、なんで、いったいったいった、全部ボタン押せ、グラッ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 グドタバタしてたんだって。頑張れ。両方に三蔵川が見えた。おしりぐだ。はい。おしりぐだって。いざ行くぞ行く、鬼行くぞ、マジチャンスもらった。やるこいつ、玉抜け。抜ける。こっからいい当たって、はい、カウンター確認、完璧。鬼行けるよ、鬼行けるよ。ナイス、カッチェック、チェック。投げちゃって、はい。行こう行こう、継続継続、行こう行こう、よし、行けるー。行ったんだ、これ、行ったぞ行ったぞ。コンボミスんだよ、コンボミスんだよ、コンボミス、ナイスー。ねえだろ、さすがに。ぬくさん、ナイスー。いや、いや、勝ち確認。ぬくさん、ナイスー。やばい、ここに頑張った。俺、2勝したから、ここに頼むよ。俺がたけし倒したら終わりだから、これ。そうそうそう、そうだよね。オーケーオーケー。さっきたけし余裕も倒しまくってたから、ね、いけるあの俺もう温まってるんで、さっきと違って。え、これでたけし倒したら最後また石井ちゃんとリベンジできるってことか。あ、そういうことかな。あ、多分そうか。で、多分それで、あの、どっちが出るんだろう。やっと俺はもう出、いや、俺はもう出れない。多分選べんじゃねえのかな、2勝してない方はってことじゃない。あ、選べんのかな、はい。あ、なるほど。あ、選べんのか。それやばいね、選べんの。あ、でも、みなさん1勝してるから。あ、でも、たけしこれ勝っちゃったら、たけしも2勝だから、どっちみち出れない。あ、いや、これたけし勝ったら、いや、たけし1勝だわ。そうそう、まだ勝ってないから、俺。うん、いや、勝ち格がちらついた瞬間に、昔、ミクさんに食らった無双派が頭に浮かんで。エモいな。ダメだった。コウキ頼むよ。任せろ。いやでも一人ではめちゃくちゃ強くなってるな。決まるときやってるんすよ。あ、そうなんだ。そうそうそう。でもオジリーグメンツのチーム戦おもろい、ね、やばいやばいやばい。あのリュウとゴーも早く参戦してほしい。あいつらはなんかひよってんだよ、ね、リュウとゴー、リュウとゴーも。あれ確定、なんか運が悪い。動きで落ち着いて、なんか動き悪いよ。まあ、そう、運が悪いからしょうがないよな。しょうがない。うまい、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 うまい。動きで落ち着いて。はい、はい、勝つよ。見よらず。たけし見えないから。い
てな。やばい、やばい、やばい。あれ、おれ。やばいやばい。そうやって全部運のせいにしてればいいんじゃないんですか。運がある、運がある、運がある、運がある。そうやって運のせいにしてればいいんじゃないですか、一緒。運がある。おめでとう。うちのミートはめちゃめちゃ運がいいからよ。俺は運だけでやってきたからよ、音楽業界。は？やべ、たけしマジか、グランド見てからガードしてる。これやだ。ナイス。もう一個いこうか。あー、おいしい。なんだこいつ。なんだこいつ。なんだこいつ。いけるいけるいける。オルキいけるいけるいける。いけるいける。倍増せるから。運がいい。運がいい。いやいや、たけしあのね、弱弱で抜けれるから投げは。弱弱ね。うわ、やばいやばいやばい。ボタン弱弱。うわ、うまっ。そんななんだ。ていうかやべえな、壊し合ってただけで3割なんだけど。うまい。あ、うまい。勝った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 負け、俺ら勝ち。三勝だから俺ら勝ち。まず国歴は勝ち。オッケーオッケー。これ、俺が言ってもよかったってことじゃ、今のところ。いや、いけないでしょ。だって、ミートさん勝ってないでしょ。俺も勝ってないから。そういうルールな。多分そうだと。もう一回このペアでやりません？もう一回これでいいよ、いいよ。じゃあ、俺でし、俺でし、俺でし。そうそうそう。もう一回、国一緒じゃん。オッケー。じゃあ、もう終わらす。じゃあ、俺の時終わらすわ、先に。終わらせようぜ。石井さん、何回やっても同じだってとこ見せてやってくださいよ。コメント、ちょっと待って、石井。俺でもいいらしいよ。あ、石井じゃいけんだ。へぇー、そう、勝ち負け関係なし自由に出せるって。いやいや、俺が出るわ。まあね、まあね、やりてぇよ。それはそうよ。それは俺が出るわ。あ、組み合わせ、でもこれいいんだ。へぇー、でもキャラ差があったら確かにそっちの方がいいかもね、明らかに。そっかそっか。じゃあキャラ差、キャラ負けてるやつ一先しなきゃ勝たなきゃいけないんだ、なんとかしね。そうだ、どっち、そういうことだよね。絶対勝たされるからってことでしょ。僕に頼めよ。でも石井ちゃん相当強くなってんだ、これ。これ相手が石井プロだと思ってるから勝てただけで絶対負けそう。あの相手の名前知らなかったら。なんか強え、なんか強えんだけど石井。なんか強えんだよな。なんか強えんだよな。たけし、たけしなんか上手い人になって、上手い人。やべえ、こいつ強えんだけど。なんか上手い人みたいなんだけど。俺でストハンやってないっすか。小栗さん、ちょっとマジでちゃんとやってもらっていいですか。強強強、俺も複雑な気持ちなんですよ、これ。これやべえな、うまい人っぽいっすよ。やばいやばい。いい下がりなんでコペに頼むよ。ララペンさっきいけるみたいな話してなかった。言ってた言ってた言ってたよね。ちょ、動いたら終わりなんですよ、これ。まずコペに。はい、そっち行こう。ナイスね。はや、投げ。石、画面見てないからそれ知ってた。なるほどね。石はガス切ってねえか。やばい、まず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 い。はい。まだいける、いける、全然いける。こっから、こっから。やばい、やばい。15じゃねえかよ。わかる、わかる、わかる、わかる。やばい、やばい、やばい。ここだけに確定返ってこれると、勝つ、絶対勝てるわ、これ。来た、来た、来た。いや、絶対死ねるとこよ。やばいやばい、ここにはすげえ。またんか当たったっしです。石は当たるよ、ここに。おめえ。石は当たるからね。おいおい。あ、おいやー。電かった今、電かったんだって今。ここに。なんでやってるんで。なんでなんで危ない。なんで来てんだ。なんで今来てんだ。あれ、おっしゃー。しょうもねえ、しまいかった。なんだよ。10秒ぐらい意味わかんなかったぞ。ブイトルじゃなかった。やばい、この試合。待って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 。やばいやばい、心が、心が。やっぱ石井だわ。やっぱ石井だった。だけで。やばい、始まる。ちょっと上手い人に見えた。こっから、こっから俺たちのターンだから。ちょっと上手い人に見えただけだった。こっから石井さんのターンだから。あー、生きた生きた生きた。生きたよ。なんだそれ。ようじゃねえ。あー、確定しねえ。まあ、おー、石井あった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 あぶねえ。マジで止めてくんだけど。まあ、石井だったね。石井だった、石井だった。危ねえ。よかった、石井だった。よかった、大西さんやったよ。なんて、やったよ、あれ。僕に、
もうなんかひど2試合目が面白すぎだけど。いらない10秒がありましたもんだってね。石でよかった。石でよかった。切れそう。あぶねマジで。いやーこれちょっと竹強いからちょっとマジ頑張んないと。そうだね頑張って。あったまんなこれ心があったまるわ。じゃララスマジ。今熱いちょっとクーラー入れたいんだけど面白すぎて。心がポカポカしてくるこれ。ポカポカする。うん、綾波の気持ちわかるわ。ポカポカするっつってね。ポカポカするっつって。頑張って勝とうぜ。勝ってそこ殺そうぜ。オッケーオッケー。うわー頑張ろう。ああ。いや笑ったりなんか。やっぱ大会笑うな。いいでもねチーム戦練習いいわ。緊張感あって緊張感あるから絶対負けれねえから。ラウンド1ファイト。いいよいいよいいいい波動いい波動だね。飛んでくるから気をつけてね。いいあーしょうがない。マジ？いいいい大パンいいよいいよ。あ大石。ナイスでかい。橋ですもう橋です。発音気をつけて。いいよ。いけるいける勝て勝て。いこい。強引に。マジかっこいい。ナイス。やべ、強いんだけど。超強い。国力予告。いいよ、いいよ投げるしみよ。はい。バカバカだろお前。何いる？いやいいよ足見せてお尻来た。マジか。ナイス。立てない。いや。ダイフラワーキック。それだと反則だぞ。それ反則だ。おじいちゃんこれ出ないって言ってたのに。絶対当たるやつだからそれ。いいぞ兄貴いいぞ。これは食らったんだよな。いいねでかいうまい。あ、これ終わったわ。あ、抜き3モード入ったわ。あ、いいね、遅らせ中パンチ。最強。いけろ、リーチだ、リーチだ、リーチだ。ミート大丈夫、大丈夫、見せます来る。しまった。そう、あるよ。それから見せ場あるから、こっから。うまい、相手。できる最大まだある。いいよ。ナイスブリバー、いいね、寒いね、大貫さん。いいよ。ちなみにコーディの立ちだけガードしたら4フレ確定だから。やる入れ込み。いいよ。やばい頑張れ。おナイスだナイス。ショウ。たまった。きたー。ユーリー。ナイスガードマジで。うわ一生の攻撃やったけど。あらら、オッケー。いけるよ。しょうがない、頑張れ。あーごめんなさい。いい。バカがー。いいよー。あー、たけし打ち手なんだよ。バカがよー。ステップしたらすぐ無敵やつだ。ひよりやがってよこいつ。いやだけどあれはパクなんかかけねんだよ今ね。もうお母さんに説教されてる気分だもん今。すごいわ。じゃどうする、大貫さんと一緒にする。あ、まあ、同じテープです。俺と一緒か。はいはいはい、オッケー。あ、どうする。あ、ごめん、俺上がる。すごい我慢したのにな。あそこなんだよな。あけちゃん、あれが格ゲーの駆け引きを。あそこがね。あそこが太ってる理由なんだよな。そうだね。そう、我慢できねえから太ってる。あそこが太る理由なんだ。我慢できねえから太ってるわ、ちょっと。そう。